いつもドッキリ仕掛けられてるから、はい、まあ誕生日を祝いつつドッキリで祝ってやろうと。マジっすか、サプライズで、はい、マジっすか。ありがとうな。わざわざやってくれてありがとうな。はい、どうも、レイハイです。そしてジョタフです。お願いします。はい、はい、で、本日は、まあ、先日ちょっと僕がタフトーの動画で、まあ、誕生日6月にあって翔平さんにアモの紐をいただいたと。で、その後にザダックスのグローボールもいただいたのでありがとうございます。まずそこが1点、うん、もう1個が8月、まあ、翔平の兄貴が誕生日、おお、ついに30歳です。はい、30歳なんということで、はい、まあ、ちょっと何かお返しができないかなっていう、そこはお手伝いしていただきたいなと。はい、そうですね。はい、はい、言ったところで、翔平さんの誕生日8月なのでまだ暑いじゃないですか。そうですね、十分。はい、で、なおかつなんだかんだ言ったら最近10月ぐらいまでずっと暑いじゃないですか。はい、まあ、その暑さ関連、暑さ関連、はい、まあ、その暑さに耐えてねっていう、うん、すごい汗かくので。確かに翔平さんしかもめちゃくちゃ水飲むし、まあ、飲まなきゃやってらない天気でもありますけど、はい、今ちょっとご協力してくださるということで、はい、まあ、おじさんどんなこと考えてるのかなっていう。なるほど、やっぱり誕生日ってぶっちゃけ何もらっても嬉しいじゃないですか。そうですね。はい、なので残るものがいいかなと。うん、例えばその使ったらなくなっちゃうものってやっぱ確かに嬉しいと思うんですけど、よくあるのはその入浴剤とかって嬉しいじゃないですか、いつもと違って。けどやっぱその消えちゃうもんなんで。まあ、そうですね、結構の僕も一番、まあ、なんでアモなんかは本当に嬉しいです。残るのでずっと使えるし、最悪他のスパイクでも使えるしみたいなのがあったんで、そこは残るものっていうのはやっぱすごい嬉しいですね。うん、なのでやっぱ翔平さん、まあ何でも喜ぶんじゃないですか。まあまあまあ、あの残るもんだったら、はい、っていうふうに自分は結構、まあ、あの人だったら大丈夫でしょって感じです。はい、はいはい、そうですね。まあちょっといろいろ考えているので、ちょっとね、はい、翔平さんをドッキリさせたいなと。おお、びっくりと。はい、そうです。はい、じゃあちょっとね、今もう7時過ぎなんですけど呼び出しちゃおうと。お前はそこすからそうですね、家すぐそこなんで、はい、はい、考えにやっていきます。はい、じゃあちょっと電話しまーす。はい、まあさすがにまだ寝てはいないですよ。うん、うん、寝られたら困る。あ、もしもし。お疲れです。どうした。すいません、ちょっとあの緊急事態起きちゃって。緊急事態。はい、ま、何それ。ちょっとおじさんのカメラのバッテリーがはい、ちょっと切れちゃったのでカメラ貸していただけないかなと思いまして。俺カメラ充電あったね、さっき見たけど。まずちょっと待って。あれなんですよ、まあ一回ちょっと来ていただけないかなっていう。何それ。結構厳しいですかね。いや、嬉しかったね。あ、マジですか。了解しました。はい、わかりました。じゃあちょっと、そんだけ。はい、まあ携帯でも借り、携帯でも借りたら、借りたら。了解です、わかりました。そっちで進めます。お疲れです。はい、失礼します。今まで分かってます。はい、申し訳ないです。僕の嘘が下手でしたね。お疲れ様です。すいません、今ちょっと両親さんで撮影してたんですけど、ああちょっと充電が終わっちゃったんですよ。あ、本当。はい、でちょっともうちょっと撮りたいんで翔平さんのバッテリーを借りたいんですけど、いいですか。持ってきてください、モンタナまで。すぐ。すぐ、はい、お願いします。すぐ。はい、お願いします。よく分かりました。お願いします。はい、はい、あ、はい。うまい。うまい。っていうので、まあちょっと車で待ちますか。はい、はい、ちょっとこんな感じで待ってきましょう。絶対ここから来ますもんね。って分かんないっす。まあでもまあ通るんで大丈夫です、まあ、はい、こっちから絶対ないんで。さあ、ドッキリドッキリー、傭兵逆ドッキリ仕掛けますよ。さあ、さあ、来ました、来ました。
持ってていいですか。いや、持ってなくていいと思います。はい、いや、もう入った瞬間ハッピーバースデーでいいですか。いや、ちょっと、あ、それでもいい、それでいきましょう。熱唱してください。了解です、ボスなんで。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア翔平、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。おめでとうございます。なんすかなんすかなんすか、これどうしたんすか。いやね、いつもドッキリ仕掛けられてるから、はい、まあ誕生日を祝いつつ、はい、なんすかなんすか、ドッキリで祝ってやろうと。マジっすか、サプライズで、はい、マジっすか。おじさんも協力してくれて、はい、マジで30歳ということで、はい、はい、誕生日プレゼントを、はい、もう渡しちゃいますね。はい、なんすかなんすか、30歳。おお、これっすか。空撃のアンダーシャツ、前田選手モデル、直用モデル、はい、ちょうど、まあ、撮影日が関係上もしかしたらまだ出てないかもしれないですけど、僕も今日来て撮ったんです。おお、はいはい、おお、撮った同じやつ、まあ、そうっす。しかもここよく見てください。はいはいはい、ガチだ、あ、照明になってる。ちょ、じゃあ開けてみましょう。あ、開けてもらいましょう。そうっすね、はい、やば、翔平ズムとして。おお、いいっすね、すげえ。脇下が蒸れるっていうか擦れるのあれかですよね。そうだな、はい、そうそう、広いんでタンクトップなんで。なるほどね、タンクトップ着たことないし。あ、じゃあ着てみますか、せっかくなら。着てもらいましょう、着てもらいましょう。いや、いいいいっす、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 いいっす。でもそんぐらいっすよね。そう、そういうもんっす、こんな感じ。大丈夫これ炎上しない。いや、いや、大丈夫。サムネこれでいいんじゃない。ジム行かないし、ジム行かないですか。でもぜ、あれじゃないですか、絶対出ないじゃないですか。確かに確かに確かに、首のあれが確かに確かに、いい感じです。っていう、ありがとうございます。あの、僕もいただいたので。いや、全然全然、全然、はい、大したものあげるんで。ありがとうございます。はい、というわけで、ちょっと良平さんの方からこれ準備してもらったんで、はい、ちょっとモンタナさんと自分からも何か渡そうかなって話になりまして。いやいや、そんな、実は一つ、マジっすか、準備してました。準備お願いします。はい、しばらく恥ずかしめを受けてください。恥ずかしいっすよ、マジで。おっ、こちらです。おっ、マジっすか。 GS じゃなくて俺が欲しいって言った、はい、しかもこの前翔平さんちょっと、うん、足のサイズがきつかったって話してたんで、うん、そう、一つ大きい 28.5 でしたっけ。二つ大きいっすね。じゃあ28です。28 28、これをちょっとあの、マジっすか、金属棒のやつ、新しいのを。いいんすか。はい、ちょっとやば、はい、お礼ということで、いつもの。ありがとうございます。はい、ちょっとせっかくなら履いてみてもらっていいですか。いいですか、履いていいですか、はい、じゃあ今回紐です。紐っすね。はい、いきますか、はい、この前は指先があれですもんね、膝ついてやがったんで余裕なんで。なるほど、これで紐を通せば全然いけます。よし、はい、っていうので。やば、いいんすか。いいっすよ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、すごいっすね。っていうのが今回の動画ですね。なるほど、はい、ありがとう。じゃあ閉めますか。ありがとうございます。大丈夫、はい、じゃあ30歳の報告でも言ってもらえますか。そうですね、どうですか、30歳、まあ別にまあやることは変わらないですけど、うん、仕事毎日頑張って、撮影もして編集もして、まあまあ、全体的に上がっていけばいいなっていう、うん、まあ、YouTube 頑張って、あとは1万人もうちょっとだし、そうですね、もうちょっとだし、はい、その辺ですかね。 OK です。あとはもう良平さんを独り立ちさせて指導とかしないようにもうね、良平さんを一人前にしたいと思います。頑張ります、それは頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おじさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、本日の動画は以上となります。翔平さんおめでとうっていう方はぜひコメントお待ちしております。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1号ぐらいしない。1号っすよ、ちゃんと1号ぐらいするよね。はい、超高いじゃん。申し訳ないね。まあサイズ合わないって言ってたんだ。そうっすね。でもちなみにあれっすよ、でも良平さんはスパイクも知らなかったっすよね。スパイクマジで。そう、マジで俺空撃に長袖欲しかったの。すいませんね。だってこれいいって翔平さんから勧められたから俺買った。長袖欲しかった。そう、長袖が好きなんですか。長袖着てみたかったね。でも、どっちの方ですか。全部フルメッシュ。全部フルメッシュ。
あれでも廃盤なんです今。そうなんですか。長袖着たかったですね。すいませんね、ご希望でそれなくて。おかしいな、もらったら嬉しいって話をさっき話しちゃってたんだけど。何でも喜ぶんじゃないですか。まあ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 、あの残るもんだったら、はい、っていう風に自分は結構、まあ、あの人だったら大丈夫でしょって感じです。はい、小井くんからもらったのがこんな高価なもんで、傭兵はそんな。きつ、いけたのにな。きつ。だそうですよ。てってりーてってりーてってりー。逆ドッキリで傭兵からいただくもの、小井くんたちの方がめちゃめちゃいいものなのに、良平のまってこうちょっとこう残念があって、微妙な雰囲気にさせて良平をちょっと残念な気持ちにさせるっていうドッキリでした。ありがとうございます。ドッキリでした、ドッキリでした、ドッキリでした。マジかー。でも変な雰囲気だったよね、一瞬。はい、なりましたね。なったはずだったはず。きつ。しっかり受けたのにな。きつ。なったはず、なったはず。いいんじゃないですか。はい、いいと思います。ステイドッキリでした。きつ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しい嬉しい、これ着よ、これ着よ。そしたら、あなたの話は全部流れてました。いやー、まさか、おいさんにやられてるとは思わなかった。いやいやいや、アームスリーブかなと思ったけど。あ、そうっす。本来はアームスリーブの通りだったんですけど、どうしても時間も合わなかったんで。そうです、はい、全部してました、してました。まあでも、最終的には喜んでいただいたような。嬉しいですよ。それでまあ良かったなと、ハッピーエンドドッキリで良かったなと。そうですね、確かに。今ちょっと俺が残念があって、どう思いましたか。残念があって、やばい、もう一個なんか買わなきゃいけない。それそっちもあったのか。そっかそっか。もうすぐ対応できますからね、ここだから。追加するらしいからな、しかも。追加するって言ってたしな。そうそう、本来はそうなんですよ、結局間に合ってない。午前中が広め間にこう、追加するってなんか言ってたから。うん、そうそう。間に合わず、翔平さんもアームの後で追加してもらったんで。うわ、悔しい、マジで。微妙な雰囲気になってた。いや、良平くんがスパイクより高いの買うって言ったらどうしようかな。いや、ほんと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 。ほんとっすよ。それも面白かったっすね。それも逆に面白かった。それバージョン取ります。本当は、本当は、大井くんの方、大井くんちの方が高いから、はいはい、なんで良平のこんな安いやつなんだって、俺がガチギレするっていう話だったんだけど、さすがに俺の、ちょっと、キレでもさすがに、30代もの、30代になったやつが、プレゼントもらって、腸が安いとか高いとかで切れるのはさすがに非常識すぎんだと思って、ちょっと空気を変える、うん、そういうところでね。はいはい、まあでも、そうですね、スパイクってなった瞬間、俺やめてどうしようと。しかもさっき電話した時のあの、そうだね、切り替わりを、そうそう、まああれも、もうすぐ電話来ますよ、分かったっつって、スタンプもスタンバってた、スタンバってた。マジで行ってんの、ほんとに。で、飯ももう、あの、ずいぶん前に食い終わってるから。で、飯食い終わってんだけど、で、こう、ちょっと黙って、あ、マジっすか、とか言ってて。あ、マジっすか。了解しました。じゃあ、それ取ったら大丈夫ですか。あ、取っちゃうんだったら受ける。断られるっていう。で、速攻かけたらすぐ OK 出るっていう。そう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 。持ってこさせるんですよ、とにかくない。そうそうそう、持ってきてください、モンタナまで。すぐ、すぐ、はい、お願いします。すぐ、はい、お願いします。よく分かりました、お願いします。そう、取り組んのがあるけど、なんかもう来てくれませんかって言っちゃったから。いいと思います。はい、というドッキリでした。はい、素晴らしい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、本当に誕生日です。ありがとうございます。何でも嬉しいぜ。ありがとうな。わざわざやってくれてありがとうな。もうわざわざ、だから親送って戻ってきてさ、ちょ、寝てる。必死こいて、必死こいて、コメダでさ、朝編集してさ、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ
分かるように、はい、デサンタのグローブ欲しいです。デサンタ、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサンタのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。